式か。私はカリフォルニア。自分で言うのもなんだけど、私結構強いんだから。期待してて。天気 OK、 風向き OK。 うん、出航日和よ、指揮官。指揮官、期待に応えられるよう頑張る。姉とだいぶ違う？そんなことないよ。姉はああ見えて優しいから。ああ、今日は珍しく姉さんに説教されていなかったよね。あ、なんでもないよ。あ、パンツどこ置いたっけ。で、ペロ。気持ちいいねこれ。姉が私を説教し終わったら、いつもこうしてマッサージしてくれるんだ。ちょっと指揮官、どこ触ってんの。姉はそんなことしないよ。指揮官、任務忘れないでね。これいいね。新しいメールよ。すぐ開封しとく。さっきの指揮官かっこよかった。指揮官、先に遊びに行くね。友達になれるかはやってみないとわかんないもんね。指揮官、どっか遊びに行かない？ほら指揮官、ちょうどいいところよ。今遊びに誘ってあげようかなと考えてたところ。この艦隊の白地はもう遊び尽くしたよね。どっか離れたところに行かない？二人でこっそり。姉に恋愛する相手は慎重に選べって、決まったらまず私に教えろって口うるさいけど、まあ指揮官なら姉さんも何も言わないよね。指揮官、今日もどこかに遊びに行かない？わっ！どっか、嫌じゃない。嬉しいけど、こういうドッキリはやめてよ。びっくりしたじゃない。指揮官、委託チームの子たち帰ってきたよ。今度は私にも行かせてよ。もっと遠い海域に行けるわね。慌てず、落ち着いて。うん、行くわよ。いい運動になった。姉に説教される。リラックス。ハロー、私テネシー級戦艦2番艦のカリフォルニアよ。太平洋艦隊の旗艦を務め、大西洋艦隊にも参加したの。どう？こんなに人気者だと思わなかった？